そうやはり君も。Hi, so Lily returning was part 2 of the Pokemon fandub. As promised, I'll be voicing N during this part. I have to admit that I skimmed through most of his lines during the playthrough and haven't gotten much into his character until I voiced him in this video. He's probably one of the most interesting antagonist slash anti-hero in the Pokemon main series though. Try not to give away too much spoilers with this video as many of us watching might have yet to finish or even play the game. If you can understand the dialogues, fantastic. If not, Pokemon Black and White will be in North America this coming spring. I hope you enjoy. やらないか。僕が望むのはポケモンだけの世界。ポケモンは人から解き放たれ本来の力を取り戻す。さあ決着をつけよう。僕には覚悟がある。友達、ポケモンたちを傷つけても信念を貫く。聞いたからには君にもあるんだろう。あるなら僕の元に来て見せてほしい。君の覚悟を。僕と親友を決意する覚悟だ。ここまで君はやってきた。ダミー、電子ランは反応しないんだな。まだ君を英雄と認めてないのか。がっかりだね。僕は少しだけ君のことを気に入っていたのだ。キタビも勝負のこのメルンチにポケモンを大事にするトレーナーかもと感じたな。だけど僕の思い込みでしかなかった。やはりトレーナーが勝負をしても理解し合うことなんてない。君にできることは二つ。真実を僕に挑み玉砕するか、それともここに立ち、ポケモンが人から解き放たれた新しい世界を見守るか。おいてゼクロム。君のライトストーンか。いや、デシラムが。
ゼクロムとレシラムは元は一つの命、一匹のポケモンだった。正反対にして全く同じ存在。ゼクロムとレシラムは英雄と認めた人物のもとに現れるポケモン。そうか、やはり君も。そのポケモンが何と言ってるか教えてあげるよ。君と戦いたい仲間にしてみろ。ここまでやってきた。君が真実を求めたいのか確かめるつもりなんだね。僕も君の力を知りたい。さあ、レシラムを捕まえ、君の仲間にするんだ。